朝起きてからバタバタと過ごしたらもう残りはあと少し。自分のための時間を取り戻そう。好きな時間へひとっ飛び、アマゾンプライムビデオ。朝から時間はこぼれていく。バタバタと過ごしたらもう残りはあと少し。そんな毎日、だがその時は自由に変えられる。伊勢さん、好きな時間へひとっ飛び、アマゾンプライムビデオ。